ジェリー・バーガンジーは、アメリカのジャズテナー・サックス・プレイヤー、作曲家、教育家である。バーガンジーは1971年に、マサチューセッツ大学ローエル校から、音楽教育の博士号を取得している。そして、ノットファットレコーズの創設者である。バーガンジーは、1970年代に、いくつかのデイブ・ブルーベック・アンサンブルのツアーや、レコーディングで頻繁に、ゲストアーティストを務め、 1979年から1982年までデイブ・ブルーベック・カルテットにおいてサックスの席に座っていたことで初めて広く認知された。彼は1973年から1981年までブルーベックと9枚のアルバムを録音した。バーガンジーはロストンのニューイングランド音楽院で教弁を振るっている。彼は CD やビデオに沿って再生される。 マルチボリュームによる教育書シリーズインサイドインプロビゼーションの著者であり、アドバンスミュージックから出版された即興に関する別のシリーズの本の著者である。また、ジェイミー・エイバーソルド・ジャズから出版された本と CD のセット、サウンドアドバイスの著者でもある。彼は、ブルーノート、レッド、ノットファット、コンコード、アトランティック、レーベルブルー、エンジャ、コロンビア、 ドゥーゼット、デノン、キャニオン、ティーデンス、ミュージディスク、ラム、ナインティーワン、フリーランス、サバンといったレーベルでレコーディングを行っている。ダブル、タイムレコーズのためには広範囲にわたって、レコーディングを行った。デーブ・ブルーベック・ジョーイ・カルデラ・ツォ、マイルス・ドナ・ヒューダニエル・ユメール・ハルギ・ギャル・パーブルースガーツ、ジョルジュ・グルンツ、ボブ・カウフマン・アー・サーキット・アンディ・ラ・バーン・ナンド、 ミケリン・アレックス・リール・デーブ・サントロブルック・ソファーマン、リチャード・サスマン・その他、ジェリー・バーガンジー・インサイド・インプロビゼーション・シリーズ。ありがとうございます。